ゴーゴー NBC。 JB トップ50第2戦東レソラロームカップ。緊急事態宣言で延期になっていた第2戦が最終戦となった。 JB 最高峰のカテゴリーも今年ついに最後。今大会の優勝を狙う者、年間優勝を狙う者、残留争いをかけて戦う者、年5戦の中でも最終戦は特に緊張感がある試合である。八坂湖はフィールドルールとしてエンジンボートを使えないため電気駆動のエレキ戦となる。本日は山木和人選手に同戦、優勝回数歴代2位のベテラン選手。20番、何番だっけ、これ20番。はい、おはようございます。 JB トップ50シリーズ第2戦実質第5戦の最終戦です。東レソラロームカップただいまより開催いたします。あ、皆さんおはようございます。東レモノフィラメント株式会社フィッシングライン事業部の牛島でございます。選手の皆様におかれましてはですね、このような、まあ、変則にこの2年間のですね、いろんなことをですね、さまざまなやりくりをされて、ここに臨まれて今日最後、今日からの3日間でですね、本当に雌雄を決するということになりました。今この仕事をしてますのでですね、皆様との関わりが少しできたんですが、普通に考えてもですね、ここまで来るまでどんなご苦労があっただろうかと思うと胸が熱くなるばかりでございます。ぜひですね、怪我のないように、皆様の最高の技量で最高の釣果が出ますように心から祈念しております。簡単ではございますが、私からの挨拶は以上とさせていただきます。頑張ってください。ありがとうございます。車入れ替える。こっちの人は車でガッと行くように。東レソラロームカップ、フライト開始いたします。ダッチアート、ゼッケン26番、小川智之選手。OK。ほら、こっち行くけど。誰も行かないけどね。他の選手はバンクから離れた立ち木をライブスコープや魚探で映しながら釣るはずなので、その練習で釣られたバスが立ち木からバンクに逃げてくる魚を狙う。風が吹くと嫌なんだけどな。逃げてきたバスは目の前にルアーがあればすぐに食べるはずなので、それらのバスを拾っていくプランを立てた。最上流チームがどれぐらいのタイミングで2匹まで釣るかだね、今回も。あ、バレた。バレた。バレてない、切れた。マジか。酔っ払うかな。貴重な当たりを。基本さ、当たりなんてさ、一日何回あるか分かんないからね、ここ。貴重な当たりを取り逃した山木選手だが、すぐに挽回。やってる。ちょっと待って。
イエーイ、ゼロじゃないぜ、イエーイ。これも300グラムくらいないですか。ね、貴重ですよ、貴重。ありがとうございます、ブラックバスさん連れてくれて。一応重さ測っちゃったりしますか。350グラム、いいんです、350グラム。立派なキーパーです、イエーイ。釣れた。こう考えると最初の相当でけえね。ゼロじゃねえぞ。今のもいいよね。3度の当たりに対し1匹のゲット。一日にどれだけの当たりがあるかわからないと言っていたので、このミスはかなり大きい。遠目なので誰かは不明だが1匹ゲット。周りの選手が釣っているのも初めて見たが、フィールドが厳しいのか、エリア選択が間違っているのか。山木選手、下流側を探索し続けるが、あれからめぼしい当たりもなく、時間が過ぎ去る。4ギルだった。ドキドキした。ドキドキした。本日2匹目。バスの稚魚やギルは釣れたが、肝心のキーパーサイズのブラックバスが釣れない。おりゃ、なぜわざわざスピニングなんですかって感じだよね。いやー、何事も起きねえな。明日もここでやんのくじけそうだな。こちらは本堂選手だろうか。周りで釣っているのを見かけるのは2人目。他の選手も釣れていないのを期待するが、そうもいかないのが現実である。ダメだ、俺にはブラックバス釣れねえ。いや、ポイポイ作戦でなんとかなると思ったんだけどな。山木選手奮闘するも一匹のみでフィニッシュ。帰着は日の出の時間の関係で15時15分。翌日につながるものも見つけられず、厳しい初日となった。早い選手から1番から10番の選手応援へ向かってください。ただいまのビッグ候補、山木選手お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。はい、では今日の総括をお願いします。全然ダメです。まあ、多分今日の雰囲気だと、はい、2つの筋のある程度上流域の魚を取ってる人が多いんだろうなっていう雰囲気なんですけどね。でもまあ自分は自分のプランをもう決めてあるので、で
大きい魚がいないわけではない中華流、魚探もあの深ささえ分かればいいや仕様にしてあるんで、あえて移して立ち木をするわけではなく、立ち木と、バンクの間、そこに投げてこう落としながら釣っていくっていう釣り、今日と同じ釣りなんですけどね。それリズムはもしかしたら変えるかもしれないけど、基本的な釣り方は同じで、でそれプラスしょうがないから立ち木に軽いものとかをひょいひょい入れたりをやるかもしれない。基本は今日と同じ釣りで、では明日もよろしくお願いします。はい。